アフガニスタイ警察の隊員と握手するイギリスの民間軍事会社のコントラクター。民間軍事会社とは、直接戦闘、要人警護や施設、車列などの警備、軍事教育、兵団などの軍事的サービスを行う企業。PMC、PMF、PSC などと様々な略称で呼ばれるが、2008年9月17日に、 スイスモントルーで採択されたモントルー文書で規定された PMSC が公的な略称である。1980年代末期から1990年代にかけて誕生し、2000年代の対テロ戦争で急成長した。国家を顧客とし、人員を派遣、正規軍の業務を代行したり、支援したりする企業であることから、新手の軍需産業と定義されつつある。 主な業務としては、軍隊や特定の武装勢力、組織、国に対して武装した社員を派遣しての警備、戦闘業務、武装勢力に拘束された人質の救出や救地に、陥った要人の逃亡支援など救助、救援業務、兵站、整備、訓練等の広報支援など、戦闘一辺等だった旧来型の傭兵と異なり、提供するサービスは多岐にわたる。 軍の増派がたびたび政治問題化していることや、より多くの正規兵を最前線に送るために、広報支援や警備活動の民間委託が進んだこと、民間軍事会社の社員の死者は、公式な戦死者に含まれないなどの理由で活用が進んでいる。イラクやアフガニスタンでは、従来であれば正規軍の2 0 0級部隊が行ってきた、警備や兵団、情報収集など広報業務を外注する。 民間組織として正規軍の広報を支える役目を担い、多い時で約26万人の民間人が米国政府の業務に関わった。その一方で、軍人、民間人、傭兵のどれにも当てはまらない曖昧な存在であることや、需要が増大し急速に規模が拡大したため、管理が行き届かず多くの不祥事を起こしたことなどが問題になっている。2004年3月に、 PMSCS コントラクターが民衆に残殺され、街を引きずり回された後に焼却、橋に吊るされるという事件が発生。これが原因となり、ファルージャで多国籍軍と武装勢力が軍事衝突死の略語が使用されてからである。民間軍事会社で働く戦闘要員は、プライベートオペレーターやコントラクターと呼ばれる。正式名称が決定される前は、民間軍事会社について、 報道機関や文献によって異なる名称が使用されており、PMC、PMF、PSC と様々だったが、モントルーシンに習い、アメリカ国防総省や民間軍事会社の管理組織であるイポアやワプスクも PMSC の号を使用していることから、現在では PMSC が正式名称となっている。国際政治学者の PW シンガーは戦争受け負い会社で、 PMF と表記し、2004年のイラク国内で活動する民間軍事会社の各種ライセンスに関する規定と、武器を使用するルールや手順を定めている。CAPO ー r d e r 17では PSC と明記され、ブラックウォーター、USA 社が起こした事件に関する公聴会では、質問側が PMC を使用したのに対し、ブラックウォーター社側は PSC と答えている。 プライベートセキュリティーカンパニーは直訳すると民間法案会社となり民間軍事会社と違い単なる戦争や,や傭兵集団といった悪いイメージよりも警備や安全提供などといった良いイメージをされやすくなるため民間軍事会社側は公式文章や CM、ウェブサイトなどで PSC を用いることが多い。また、 軍隊の民営化に肯定的な意見を持つ者も,も PSC を使用する傾向にある。逆に民間軍事会社に批判的な記事や古い文献、映画やゲームなどでは PMC、PMF が用いられることが多い。1995年の NHK のテレビ番組では民間軍事会社の社長はコントラクターに相当する人間をガーズと呼び NHK も 民間の警備会社や警備員と訳している。近代に入り民間企業が巨大化すると、鉱山で起きたストライキの鎮圧など警備員では対処できない事態を素早く解消するため、それまで手配士などに頼っていた傭兵の募集に代わり、会社の一部門として武装組織を編成するようになった。これらは退役した士官などの経験者を指揮官として迎え、 グルカ兵やヨーロッパ人などの傭兵を兵としていた。構成は、不評、騎兵、砲兵からなるヨーロッパの伝統的な陸軍を簡略化した組織であったが、資金力を背景に武装に関しては、最新の兵器を揃えており、最新の軍事教育を受けたヨーロッパの将校を指導教官として雇用することもあった。ジョン・ロック・フェラーは、鉱山や工場で発生したストライキを鎮圧するため、 積極的に会社群を派遣していたが、コロラド燃料製鉄会社のストライキを鎮圧するため30人以上を射殺したことで、ヘレン・ケラーが新聞で避難記事を連載したことや、社長となっていたロックフェラー2世が対話路線に転向したことで、アメリカ国内では交渉で解決し、武力が必要な場合は周辺に任せるべきという風潮となった。また私企業が武力を保有することは、 次第に問題視されるようになり、欧米では国内での行動に制約が課されるようになった。国外において西洋列強は東インド会社のような植民地を統治する直居会社の会社軍に対し、反乱の鎮圧のみならず、周辺にある国を植民地にするための戦争を許可していた。自国の軍隊のアウトソーシングであり、これにより、 遠方に軍隊を派遣する必要がなくなり、低コストで植民地を防衛することが可能となった。特に、インドでは、バンディバッシュの戦いやプラッシーの戦いのように、会社軍同士の戦闘が、たびたび発生した。植民地の会社軍は、スイパーヒーなど地元の傭兵が中心で兵の質は、まちまちだったが、イギリスはこれらの戦いで活躍したウルカ兵に、注目し、 イギリス東インド会社群で積極的に雇用するようになった。これらの会社群は指揮官は、社員、傭兵はパートタイムで雇用して指揮下に置いているが、第三者へ兵力を提供することはなく、それまで両首が抱える紙兵のような自力救済の延長化、政府が植民地を間接的に統制するための組織であった。第二次世界大戦後には各国で法が整備され、 会社軍のような存在は、規制がかかり、治安が不安定な地域での創業する鉱山や、油田の警備に支障をきたすようになった。そこで、警備会社という名目で設立し、かつて会社軍が担当していた軍事サービスを、他の企業に提供する会社が登場した。代表的な会社としては、ダインコープや SAS 創始者のデビッド・スターリングが、経営する、ウォッチガードセキュリティがあり、これには、 自国企業を保護したいイギリス政府も出資していた。民間企業でも自社で直接雇用するのに比べ必要な時に必要な数の人員を確保できるためメリットは大きかった。今後ドーランやローデシア紛争などでは傭兵が戦闘や護衛にも関わっていたが1991年のソビエト連邦の崩壊に伴う冷戦の終結により アメリカ合衆国を中心とした各国は肥大化した軍事費と兵員の削減を開始し、数多くの退役軍人を生み出した。冷戦終結以降の世界では超大国同士がぶつかり合う大規模な戦闘の可能性は大幅に少なくなった。ものの、テロリズムや小国における内戦、民族紛争など小規模な戦闘や特定の敵国が断定できない非対称戦争が頻発化。 不安定な地域で行動する民間人を護衛する需要も増加した。優秀な軍歴保持者はあり余り、軍事予算の大幅な削減に伴い軍隊のコスト面での効率化が求められ、そして小規模の紛争が頻発する。この三つの要素が民間軍事会社を生み出す土壌を与えることとなった。まさに戦争のアウトソーシングである。こうして民間軍事会社の元祖とも言える。 エグゼクティブ・アウトカムズが誕生し、既存の軍関連会社も次々と民間軍事会社化していった。シエラ・レオーネ軍とグルカ・セキュリティ社1989年に南アフリカ共和国で誕生したエグゼクティブ・アウトカムズ社はフレデリック・ウィレム・デ・クラークやネルソン・マンデラ政権下で行われたアパルトヘイト政策の廃止や軍縮によって職を失った兵士を雇用することで 優秀な社員を多数有する会社となった。特に第32大隊などの精鋭部隊に所属していた黒人兵士を多く雇用していたが、彼らはアンゴラ内戦で家族や財産を失い、逃げ延びた先の南アフリカでは白人たちに周辺国への軍事介入や同じ黒人の弾圧に動員され、アパルト兵と廃止後行き場を失った者たちだった。エオ社は アンゴラ内戦中の1993年にアンゴラ政府と契約を結び正規軍の訓練と直接戦闘を実行。結果アンゴラ全面独立民族同盟に壊滅的被害を与えることに成功し20年続いた内戦をわずか1年で終結させた。その後国際社会の圧力でアンゴラ政府はエオシャとの契約を打ち切り 国連が平和維持を行うことになったが平和維持、部隊は任務に失敗し、アンゴラは内戦に逆戻りした。また、シエラレオネ内戦では、残虐な行動と少年兵を利用することで知られた反政府勢力、革命統一戦線の構成で、先に展開した、グルカセキュリティサービス社は司令官であった、ロバート C ・マッケンジーが殺害されるなど、大きな被害を出してったい、首都フリータウンも、 陥落寸前の状態であったが、エオ社はわずか300人の部隊で、ルフに壊滅的被害を与え、ルフが占拠していたダイヤモンド鉱山を奪還することで、和平交渉の席につかせることに成功した。しかし、こちらもアンゴラと同様に内戦に逆戻りした。エオ社は、次第に肥大化し、戦闘機、攻撃機、攻撃ヘリコプターなどの航空兵器や戦車、 不評戦闘車のような強力な陸上兵器、負傷者輸送用のボーイング707なども運用するようになったが、危機感を抱いた南アフリカ政府によって1998年に解体された。しかし、内戦の選挙区をも変えてしまう民間軍事会社の登場は世界に衝撃を与えた。パプアニューギニアでは、ブーゲンビル紛争において政府が同国のパプアニューギニア国防軍よりも、 民間軍事会社のサンドラインインターナショナルを徴用したため、国軍によるクーデターが発生している。元グルカ兵のコントラクター1990年代に登場した民間軍事会社は、その後急速に業務を拡大していき、2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降からは、イラクやアフガニスタンでの活動が注目を集めるようになった。しかし、急速な組織拡大から、 放棄の作成が追いつかず、管理する法律も組織もない無法状態が続いたため、殺人や虐待など数々の不祥事を起こしてきた。2001年にはアメリカで、民間軍事会社の管理組織である、インターナショナル・ピース・オペレーションズ・アソシエーションが、発足。2006年にはイギリスでアメリカとは異なる、民間軍事会社管理組織である、ブリティッシュ・アソシエーション・オブ・プライベート・セキュリティ、 カンパニーズが発足した。イギリスの場合はアメリカよりも非常に厳格で民間軍事会社に ISO や BS の取得を義務付けており、プレゼンテーションにおいてもイギリスの民間軍事会社はアメリカのそれとは違うことを強調している。イラクにおける管理組織は連合国暫定当局が言ってきたが解体に伴い2004年8月に連合国暫定当局から分離した。 NPO 法人として、プライベートセキュリティーカンパニーアソシエーションオブイラクが発足した。イラクでは連合国暫定当局が最後に発行した CBA オーダー17という規定に基づいて行動していたが、この規定は大変に問題のあるもので、民間軍事会社はイラクの法律に従う必要がなく、あらゆる面積特権を認め、税金も免除するなど民間軍事会社を完全に 違い保権化するものであった。2007年9月には、ブラックウォーター USA のコントラクターが、イラクで輸送部隊の護衛中に、市中で無差別発砲を行いイラク人を17人射殺するという事件が起きると、イラク政府も厳しい措置を取らざるを得なくなり、2009年1月1日で、CPA オーダー17の無効を宣言し、民間軍事会社から面積特権を剥奪した。 これ以降、民間軍事会社は、イラクの国内法に従う義務が生じ、プライベートセキュリティーカンパニーアソシエーションオブイラクは2009年現在は、実質的に活動していない。このような無法状態を改善しようとする動きもあり、2008年9月17日に、スイスのモントルーで17カ国によって採択された、モントルー文書で、初めて国際的な規制ができた。であり、 条約ではないため、国際法としての拘束力はないが、新たな条約締結へ向けた活動が行われている。イラク戦争後、民間軍事会社は各地の小規模紛争に派遣されるようになった。リビア内戦においては、イスラエルのグローバル CST が主にアフリカ系からなる、警備要員や東欧、中東系の戦闘機パイロットなど、多数のオペレーターを派遣して、 非武装市民への殺傷を含む過剰な業務を行い、シリア内戦ではアメリカの民間軍事会社が自由シリア軍などン・アサド派を訓練するためにトルコで活動していた。一方、シリア政権側もロシア系の民間軍事会社の先駆けで香港を拠点とするスラブ軍団から同様の支援を受けていた。アフリカではブラックウォーター社の設立者だったエリック・プリンスらが 中国政府系の香港企業フロンティアサービスグループで中国の国家戦略である一帯一路を警備面から支援していた。また2014年以降の総乱下にあるウクライナにおいても西欧の民間軍事会社の要員らしき外国人が多数確認されたという証言がある。2015年にはイエメンでアメリカのスピアーオペレーションズグループが アラブ首長国連邦の依頼により、イエメンにいる政敵の暗殺作戦を実行していた。1991年の湾岸戦争時には、全兵士における民間軍事会社従業員の比率は101と言われていたが、2003年のイラク戦争時はおよそ1一1と言われている。イラクに駐留する民間軍事会社の人員は、一説にはアメリカ人が3000人から5000人。 イギリスなどのヨーロッパ人や南アフリカ人では7000人から1万人。貧困国の出身者では1万5000人から2万人。イラク現地で雇用された者が2万5000人から3万人と言われている。また、受注した会社がさらに他の会社に仕事を丸投げしたり、再発注しており、イラクに駐留する民間軍事会社の正確な社員数を把握することの障害にもなっている。 1994年のルワンダ紛争においては、エグゼクティブ・アウトカムズ社はいつでも1500人規模の部隊を展開できる準備を整えていた。ちなみに、作戦期間は4週間を計画しており、1日あたりの費用はおよそ60万ドル。アメリカ人やイギリス人など、欧米圏の社員を雇用する際には、 正規軍の兵士経験者を雇用することが主体であるが、社内の基準を満たしていれば、警察官や軍隊経験のない一般市民を雇用することもある。先進国の人員だけを雇用して、警備などをしては、限られた人件費が高騰することや素早く、効率的に人材を供給できないという事情から、フィジー、ネパール、フィリピン、コロンビアなどの近年まで内戦や、 紛争状態にあり、実践経験者が豊富な貧困国から元兵士が送られている割合が多い。アメリカのブラックウォーター社においては貧困国の出身者が警備要員の4割、トリプルキャノピー社に至っては8割を占めている。トリプルキャノピー社は設立当初実態のない会社で、ありながらも大型契約を取得し、ジリジンやフィジー人と少数のアメリカ人を雇って、 イラク全土にある13カ所の連合暫定指勢当局に1000人もの警備員を派遣した。また、イラク現地では多くのイラク人が雇用されている。G4S の場合は、英国人2名にイラク人6人で身辺警護招待を編成しており、欧米人の証拠家視官に現地人の兵士という構成が取られている。このような雇用方式は、エリニス社やアーマーグループなど、 他の英国系民間軍事会社でも用いられる方針である。イラク人は警備員だけではなく、空港の荷物チェック係といった非戦闘員としても雇用されている。リクルートに関しては、ピンからリまでが実態であり、貧困国の新聞に警備要員と称して、募集広告をかけ、戦場に送り込むといった荒っぽい手口を講じる会社も存在する。 元有名特殊部隊所属の肩書きを持つ人材は1日で1000ドル程度の収入が見込めるが、ネパールのグルカ兵が民間軍事会社で働いた場合の給料は月給1000ドル程度である。ただ、ネパールの公務員の平均年収が1300ドルで、あることから考えると月給1000ドルという給料は彼らの所得水準から見ると大変に高額である。このため、 貧困国の兵士にとっては民間軍事会社のコントラクターになっている給料は普通に働く場合の10倍以上にもなり一攫千金を夢見るに十分な額である。逆に日本などの先進国の国民から見れば一般企業の賃金と大差のないもしくはそれ以下の給与水準であり危険性に比して発給で日本人が民間軍事会社で就労しても 大金を稼げるとは言えない。実際にイラクで死亡した日本人コントラクターの年収は400数十万円程度で、軍歴が長く可視化であったことから考えれば、先進国の正規軍と変わらない報酬である。このため、民間軍事会社の給与は裕福な先進国の国民から見れば安く、貧困国の国民から見れば高級ということになっている。また、軍隊と比べると、 遺族保障、軍人恩給、保障といった、福利構成面は、手薄だったり制度自体がないことも多い。なお、民間軍事会社においても兵士は、兵士、歌手官は、歌手官で終わりという点に変化はなく、たとえ入社前に、歴戦の有志でも、入社後にどれだけ実績を重ねても、入社前に、爆僚家庭や上級士官家庭を取得していない者は、現場指揮官以上に昇進できない。 日本では、銃刀法、警備業法により警備員の装備品は、警戒棒、盾など、非殺傷性の護身用具に限定されているため、日本国内では、武力を持つ民間軍事会社は、法的に展開できない。一方、日本人が、他国の民間軍事会社に雇われたり、民間軍事会社を自称する人物が出ている。2005年5月には、イラクで米軍の業務委託を受けていた。 クウェートの輸送会社 PWC ロジスティクス社の車列を警備していたイギリスのハートセキュリティ社の車列に対して攻撃があり同社の従業員として雇われていた日本人男性エースが負傷し拉致された後死亡したエースはかつて陸上自衛隊で2年間活動した経験がありその後フランス外人部隊に21年間在籍しその間に 第2外人落下3連帯での活動経験もあった。2014年8月、日本東京都江東区大見2の7の4に本店を置いているとしている、自称民間軍事会社、PMC 株式会社 CEO を務める日本人男性の湯川春菜が、アイスセルに拘束され、2015年に入ってから処刑されている。なお、前述の所在地は、レンタルオフィスであり、 業務の請け負い元なども明らかになっていない。ありがとうございます。